皆さんこんにちは、Bレジェンドスミラです。皆さんこんにちは、Bレジェンド管理用紙のぬのめです。Bレジェンドがね、新たな新商品を発売いたします。今までね、こうたくさんでもご要望をいただいてて、やっとね、こう商品ができたっていう商品なんですけど、何を出すかと言いますと、プレワークアウトですね。皆さん、プレワークアウトって何か分かりますか？プレワークアウトだから、トレーニングの前に飲むやつ。そう、結構ね、海外の商品とかはね、たくさんいろいろあったりして、こう飲んでる方とかおられたかと思うんですけど、まあ、一般的にプレワークアウトに入ってる成分があったんですけど、はい、そのね、成分が日本では認可されてない成分だったんですね。で、その成分がやっと日本国内でも使えるっていう認可がおりましたんで、この度プレワークアウトとして商品化することができましたよ。で、そのね、成分が何なのかって言いますと、ベータアラニンっていう成分があるんですけど、皆さん、ベータアラニンってどういった効果が期待できる成分なんですかね？はい、ベータアラニンっていうのはアミノ酸になります、うん、はい。で、まあ、体内でも作ることできるんですけれども、はい、必須アミノ酸に分類されるんですけど、うん、まあ、食事からです と、お肉とかお魚に入っているアミノ酸になります、はい、なので、まあ、ベータアラニンを取った時に、まあ、期待できることとしては、はい、疲労を感じるまでの時間の延長だとか、はいはいはい、あとは結構負荷 の高いトレーニングの時に、はい、いつもよりもちょっと重量が多く上げれるとか、そういったことが期待できる、できる、そういうのに、まあ、効果があったよっていう報告がありますね。なるほど、はい、トレーニーにとってはうってつけの成分というわけですね、うん、そうですね。なるほど、で、僕も実際この商品をサンプルとかね、何回か飲んでるんですけど、飲むとね、こう体がしびれる、この辺がピリピリするんですよ、うんうん、唇とかもね、ちょっとピリピリするっていう、これは何でなんですか？このピリピリする現象っていうのはですね、ベータアラニンの摂取量が多くなると現れる症状なんですけど、うん、ベータアラニンが体内に取ると摂取すると、体内のちょっと受容体とくっつくんですね。くっつくと、そのベータアラニンが活性化されて、うん、ちょっと末梢神経を刺激するようでして、それでそういったピリピリとした感覚症状っていうのが出てくるっていうふうに言われてます。なるほど、うん、もしかしてね、これちょっと出た商品で飲んでちょっとピリピリするってちょっと怖いって思う方もいるかもしれないんですけど、それはだから全然問題ないっていう、まあ、そうですね、はい、ただピリピリした状態になってで、車運転したりとかっていう場合にはちょっと怖いかもしれないので、はい、車運転するとかっていう前、うん、じゃなければいいかなと思うんですね、まあ、トレーニングする前に飲んでいただければいいかなと思うんですね、はい、で、その症状っていうのも個人差があるとは思うんですけれども、1時間とか90分ぐらいしたら消えるものなので、で、なので、その症状がずっと長く続くという人は、ちょっと飲む量を控えめにしていただきたいんですけれども、うん、ベータアラニン自体は、摂取すると、まあ、そういったピリピリした症状というのは現れるものですので、まあ、そこまでご心配いただかなくていいのかなっていう、まあ、体に有害なものではないですので、はい。なるほど。今までちょっと説明させてもらったプレーなんですけれども、今回、なんとね、こちらとコラボレーションした商品になっております。モンスターハンターですね。おー、展開は3種類になります。こちらのね、もうモンハンやってる方はご存知の円熟マンゴー風味、元気ドリンク風味のこの2種類になります。このプレの中にカフェインがね、含有されてるんですけど、ちょっとね、カフェインがね、いらない方も中にはおられるかと思いましたんで、カフェインです、このね、元気ドリンク風味だけ、カフェインレスの商品もね、作っておりますんで、夜カフェイン取りたくないよっていう方はこちらをね、使用していただいたり、で、昼間とかのね、トレーニングとかはね、カフェイン入ってるやつでやるとか、そういう使い分けもできるかと思います。見てください、これディオレウスっていうキャラクターです。どれが、どっちが、これが、あ、モンスターが、このモンスターがディオレウスっていうキャラクター、有名なモンスターなんですね。有名なモンスターですねこれ多分シリーズいろいろずっと出るんじゃないですかね。うん、あともうこっちですね、これティガレックスっていうキャラクターなんですけど、僕これ何回倒されたか
こいつに。いやでも好きな人にはすごい胸熱なパッケージに仕上がっていると思います。で今回認可されたこのベータアラニンなんですけども、やっぱり含有量に対してこうやっぱりかなりこだわったんですよね、野辺さん。そうですね、まあ、海外製品でしか今までそのベータアラニン入ってる商品ってなかったので、はい、そちらよりも、少しちょっと多めに、ベータアラニンを入れようということになりまして、はい、カフェインが入ってる方ですね、こちらの、2種類に関しては1食あたり、2000mg、ベータアラニンが1食で取れるように、作っています。そしてカフェインが入っていないものに関しては1食で 3000mg 取れるように作ってます。なるほど、はい、カフェインの量もですね、入ってるものは、1食で 150mg、取れるように作ってます。コンビニとかでも手軽にエナジードリンク買えると思うんですが、その辺で買える、まあ、エナジードリンクよりも少し多めですね、150っていうのはね。だいたい80とか130、とかぐらいと思うんですよね、うんうんうん。でその他にアルギニンですね、はい、もう1食で 2500mg 取れるように。でシトルリンが 1000mg ですね、取れるように、どの商品にも、入れてありますので、はい、まあ、アルギニンシトルリンって言いますと血管拡張とか血流が良くなるってことによって酸素ですとか、はい、血液を筋肉に、ね、運びやすくなってトレーニングのパフォーマンスの向上が期待できたりというところもあるので、はい、そういった成分を入れて、プレワークアウトを作りました。なるほど。じゃあカフェインは野辺さんどうですか、どんな効果が期待できますかね。はい、まあ、カフェインって、もうよく試合の前とかにもね、競技してる人でも取る人いると思うんですけど、交感神経が優位になる、そういう働きがありますので、ちょっと戦闘モードになるというか。なるほど。まさにハンターがこれから狩りをしようと、そういう気持ちと同じように。なるほど、ね、今からトレーニングするぞっていう、そういう気持ちになりやすいんじゃないのかなと思います。で商品のフレーバーなんですけど、こちらね、元気ドリンク風味は、狩猟中のね気合注入に欠かせないあのねギルド公認の公式ねドリンクとして忠実にね再現しております。元気ドリンク風味なんですけど、はい、何味をイメージしてるんですかね。エナジードリンクです。エナジードリンク風味ですね。エナジー、はい、まさしくそうですね。もうこれからトレーニングに向かうトレーニーにね、ぴったりの味に仕上がってますんでね、はい、トレーニーだけじゃなくて、ハンターにもいい、ハンターですね。これから狩猟に向かうっていう、はい、そうです。狩る前に飲め名言ですね、これは、はい、円熟マンゴー風味、収穫後もねこう熱を持ち、急速にね熱を持ち続けているという果実のね実の味を忠実にね再現いたしました。で野辺さん、これは何味でしたっけ。マンゴー風味です。ああ、もうそのままなんですね、はい、円熟マンゴー通り、はい。じゃあ円熟マンゴーの方だけはカフェイン入ったものしかないので、うん、カフェイン入りのドリンクだと思って飲んでいただければと思います。今ね紹介してきたこちらの3点の発売日なんですけれども、1月15日のお昼12時から販売開始となります。値段は、3580円ですね、はい。で内容量が 300g なんで、ね、はい、カフェイン入ってる方は1食 10g、うん、でカフェインレスだけ1食 11g なんですけれども、はい、約30食分、うん、なるほど、はい、取っていただけるかと思います。1食あたり119円になります。なるほど、はい、コンビニでエナジードリンクを買うよりも安い、成分もいい、パッケージもかっこいい、かっこいい三拍子揃ってますじゃないですか。でこちらの円熟マンゴー風味の気になる栄養成分表示なんですけど、エネルギーが 39.6kcal、 タンパク質が 8.7g、脂質が 0.1g、 炭水化物が 1g、 食塩相当量が 0.1g ですね。ベータアラニン 2000mg、 カフェイン 150mg、 L アルギニン 2500mg、 L シトルリンが 1000mg ですね。はい、そしてこちらの、元気ドリンク風味のカフェイン入りの方が1食あたり、はい、39.9kcal でタンパク質が 8.7g、 脂質が 0.1g、 炭水化物 1.1g、 食塩相当量が 0.1g です。で、ベータアラニンとカフェイン、アルギニンシトルリンは、こちらと同じになります。はい、そしてカフェインレスの元気ドリンクですね、こちらが1食あたり、44kcal で、タンパク質が 9.6g、 脂質 0.1g、
炭水化物 1.1g、食塩相当量が 0.1g で、こちらが、ベータアラニンが 3000mg、アルギニンが 2500mg、シトルリンが 1000mg になります。で、まあね、ベータアラニンという成分が、まあ、馴染みがなくてですね、まだ飲んだことないよっていう方はですね、一気にですね、たくさんの量を飲むのではなくて、まずは、決められた1食分ですね、を、1日1回、取っていただいて、で、まあ、1回ですね、飲んで、体感をしていただいてから、1日2回とか、飲んでいただくようにしていただければと思います。でカフェインもですね、やはり取りすぎというのは害が、出ますので、あまりね飲みすぎないようにカフェインが入っているものというところも、踏まえた上で、お取りいただければと思います、はい、それではねこちらをね飲んでトレーニングしたい狩りに出たいってね思った方は、グッドボタンチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは次のクエストで会いましょう。さよなら。